おはようございます。チレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。花粉がやばいです。もう咳が止まりませんこういうやつね。基本的に最近の動画、まあ最近動画って言っても皆さんから見てる動画とするとちょっとね違ってくるんですけど、だいぶ僕は後の編集してるからね咳のところは結構カットしてるんですよ。だから技の途中とかでも咳出してたらカットするからちょっと見境が悪いっていうこともあるかもしれないですね。はい。いや、花粉やばいです。もうティッシュがなくなります。あ、ちなみに私の別名はティッシュと言います。よー！今回はちょっと趣向が変わります。先日ですね、最近なんですけど、僕の知ってる方のね、ゆっくりタッピーさんいらっしゃるじゃないですか。黒ブレのね、プロです。はい。黒ブレのプロなんですけど、その黒ブレのプロの方が最近モンバトをやり始めて、ちょっとね、応援動画を作ってみようかと思います。というわけで、登場、ボーンファイター、行くぜいける？大丈夫？いける？勝てる？勝てるならいいよ。さあ、というわけで今回は EX 回です。はい。ね、シャープ EX 回、ゆっくり旅さんを応援しようの回で、ボーンファイター登場。いや、でかい。なんか知らないけどさ、モンバトでさ、いきなり巨大化すんのやめてくる。なんか合体モンスターなのわかるよ。ただ、急な巨大化やめてほしいんだよ。ゲリオンしかり、こいつしかりさ。さあ、行きましょう。必殺の、絶、4、トール、行くぜー。はい、オッケーよー、せーの、はい、いいダメージ。やっぱ力が280だったから、まあ、あんま高いぶりじゃないです、こいつ。さあ、来た来た。あ、でもカマッチンやってほしい。はい、しょ、いいよー。さあ、絶4通り、僕、でかいな。ボーンファイターでかいなまあ一応1から登場する合体モンスターのボーンファイターね、怒りの魔人とかと同期とね、激しいバトルを繰り広げている有名です。どっちかというとバランス型がね、怒りの魔人みたいな打撃対戦ってもう物理の殴り合いに強いっていうことはあんまないけど、属性対戦も比較的面白くって、まあどうなんだろう、バランスタイプって感じかな、合体モンスターの中では比較的。おい、セーフやめてね。ここでボーファイターで化けられた瞬間地獄見えるから。まあこれはもうポチッと行きましょう。ポチッとね。合体モンスターといえばこれやっぱロマンよね。合体モンスターロマンわかるよ。わかる。わかるぜ。いいよー。さあ。ボーファイターね、1の時はそこそこ強かったんですよ。出た当時やっぱね、1の頃って合体モンスターがそこそこ強かった時期ですからね。今みたいに職業とかレベル、職業相性、モンスターマスターとかないから、その時期ではかなり強い部類だったかな。まとまって2380っていう HP は、1の頃は出せなかったからね。あ、大丈夫かな？おー、大丈夫だった。あー、風は大丈夫なのか。さあ、行け。来た！4つの力が融合するマルチエベント。そうだな！どうだ？うわー、当たってねえぞ当たってねえぞワンの頃になんで強かったかっていう理由をね、裏付けてしまうと、まあそのシステムですよね。ワンの頃は HP がどうしても2000を超えるチームすら組むのが難しかったわけですよ。称号もなかったし、レベルもなかったしね。で、その中でボーンファイターみたいな合体モンスターがまとまって400とかの火力を出すわけじゃないですか。なんで、デメリット、合体モンスターを使うことによるデメリットがあまりね、感じられなかった。で、合体モンスターのデメリットっていうとね、まあ今ポチッと、もう出すわ。はい、ポチッと。デメリットね、2になってくるとこれが結構ね、響いてくるようになります。はい。さあ、いけ、絶4刀流、いくぜ。絶4刀流、きつい絶、それ。絶対きつい。はぁ、ゲリオンだったらこの体勢のおかげでも騙せないですよね。おーし、いいよ。一番いいとこ行った。いいよ。4刀流、いいよ。いいとこ行った。そう。一人プレイで使う、これ、一人プレイのアーケードモードで使う分には、意外と普通にいい性能してるんだけど、これ対人戦とかになってくるとね、厳しい手になってきますね。はい。さあ、ボーンファイター頑張ってくれ。ここはね、スパッと突破しようだよ。まあ、応援してっから。今ね、俺も応援してるしね、タッピーリスナーも応援してっから。大丈夫かな？本当に応援してるかな？まあ、バランスが、おい、来たー！避けていく貴重な回避シーンを。貴重な回避シーン出たな。回避すまちよ。あるっちゃあります。はい。避けれんくはないかな、みたいな。まあ。避けれなくはない。決して、みたいな。てか、相手に恵まれてるわ。体勢がさ、ボーンファイちゃん。嘘でしょ？なになに、神回避連続してんだけど。今いらないよ、そんな。あ、無理。マルチエレント騒動！
いや、多分無理だと思うよ。あ、いった！お前、え、あ、ごめん、あの、君を少し見くびっていたようだ。おや。いける？ちょっと待って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 、いける？え、ボーンファイター、ボーンファイいける、お前。え、ボーンファイいける、君。なんか出てきたけど、スパッと終わってもよかったのに、なんか出てきたけど。とりあえず勇気溜まってないわけですよ。できればね、このターンで溜めてほしい感はあるよ。溜まるかな、ギッギャで、このファン溜めて2ターン目にとどめ打って3ターン目なんかしてみたいな感じで行きたい。まあでも、魔王の攻撃はボンファーは基本的にこうやって強い。ああ、戻くか。まあまあまあ、もう仕方ない、仕方ない、仕方ない、仕方ない。大丈夫だよ。ダメージは結構低い方だから。頑張ってくれ。バルボロスぐらいいけると思うよ。とりあえず、絶4刀流で切ってけ。いけ。すべての武器や。うなりを上げる。絶4刀流。あ、400勝ち。まあ400超えてんのか。あ、ワンチャン溜まる。これ溜まるかな。とりあえず、勇気溜めて。勇気溜めて。よし、オッケー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 。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫だ。ここでまずとどめの一撃打てるのでかい。で、3ターン目になんかして、うまいこと大魔王戦に持っていける。いくぜー！タッピーとは無関係の感じが、すごいけど。いくぜー！奥義ダブルインパクト。何?DLC 見せない、なんか DLC 自慢のスネ夫みたいなやつになってんじゃん、俺今。今すげえ俺嫌味なやつになってるわ。いくぞ、現場に突撃、いけ！その竜なんか違います。その竜を思うときなんか違うと思います。さあ、840ですよ。ドラゴン切り的に直圏内です。ジゴスパークか。まあ、でも大丈夫じゃない？ドーンファイターね、体勢的にジゴスパークなら。あー、オッケー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 。でもね、ちょっとね、怖いからドラゴン切りしていいと思う。ちょっと怖いね。正直怖い。光の玉でもよかったんだけど、なんかこのまま食らって、絶4刀流が400だでしょ？ここはもうこうやって仕留めた方が早いよね。いやー、まあ、どうなんだろう。ボンファーいける？大魔王倒したらちょっと輝けるよ。ちょっと期待してる期待してる。いや、わりかしいける気はするんだけどな。大丈夫かな。いや、もうね、俺わかる。これはね、無理だと思うよ。いや、相性が最悪。相性最悪じゃん。打撃耐性ある、光耐性もあるでしょ。敵の攻撃灼熱が爆発でしょ。無理だ。ボーファー諦めた方がいい。お前これ、もうこれはね、あれね、お前ね、お前でどうにかなる相手じゃないの。ボーファー無理だよ。お前でなんとかなる相手じゃない。下がれーボーファイター。ダメだ、これは俺誰でも受かるわ。無理だと思うよ。あ、もう無理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 。邪眼じゃないだけマジか。大丈夫だ、大丈夫かな、大丈夫かな。待って、ボンファイター、ボンファイター、お前ね、どうすんだどうすんだ、ボンファイター。あ、あはは、もう死んだじゃん。え、もう死んでる、もしかして。ボンファイター、もう死ぬの。え、なにこれ、ボンファイター、これ823×2。ねえねえねえ、ボンファイター、お前、ボンファイター、ちょっと待って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 、ちょっと待って、頑張って、ボンファイター、もうお前何しに来た。そこ死にも、はは、いえ、はは、歴代最速で死んでた。ちょっと、歴代最速の大門、ちょ、待って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 、歴代最速で死ぬのダメだって。言う、それはダメだって。ちょ、ごめん、不甲斐なかった。ちょ、ごめん、不甲斐なかった。不甲斐ない、不甲斐なさすぎるよ。でね、ちょっとね、皆さんにちょっとね、聞いてほしいことあって、モンバトの1の頃、ボーンファイターって、一人プレイで結構強かったんですよ。でね、勝てる確率を一つだけ設けたいと思います。指導です。ボーンファイターが、かなり勝ちやすい相手として確率的に高いのが、これいつなんですよ。見ててください。なんでこいつが相性がいいかって言いますと、指導っていうのは、このマルチエレメントソウルで弱点取れるんですよ。はい。で、ワンの頃も指導にね、かなりね、有効打点として 2P プレイで活躍しました。はい。2P プレイのね、お供としてね、このボーンファイターが指導討伐にね、よく使われてました。2P プレイの時なんですけど、ね、ちなみにこれ。ちょ、1P プレイも。そうそう。いや、絶4通りでいいな。あれ絶4通りでもしかしていい？これ。まあ、でもね、そう、指導の攻撃に対してはね、全体的に耐性持ってるからね、ボーンファイターも大丈夫だと思う。大丈夫かな。あれ大丈夫かなこれ。あれなんか、ボツにしますこの動画。
いやいや、ボーンファイター。できるから。いけるいける。2P プレイのさ、お供として、あ、全然踊る451でしょ、あれマルチメントソル弱点つく必要性ってあるこれ。あれ、ないな。スパキラちゃんでいいな、それだったら。ちょっと待って。あれ破壊のためはまずいような気がしてきたな、なんか。あれ、ボーンファイター大丈夫、なんか勝てる確率を一つだけ設けるつもりなんだけど、俺。大丈夫かな、あ、あ。全体的に体勢持ってるからね。全体的に体勢持ってるからね。全体的に体勢持ってるからね。勝負あり。オーケー、オーケー、上がった。リピープレイということでね。ちょっとモンバットワンの気持ちに変えますか。というわけでね、さっき言った通り、リピープレイにおいてボーンファイター。はね、指導討伐のお供として活躍しました。スーパーキラムシン、これも実はね、指導もね、とあの同じです。スーパーキラムシンもニッピーのお供として指導討伐にね、人が勝ってたっていうね、歴史があります。ワンの頃その2体でいきたいと思います。珍しいね、キカ。まあでも基本的に2体とも指導の攻撃に対しては耐性が比較的ある方なんで、まあこれルビス使ってるんですけどね。300ミリのキャノンホンでも一刀両断も弱点つけますんで、青技はどっちにも指導弱点つけれるんで、その点はね、かなり有効に戦っていけるんじゃないかな。さあ、スーパーキラーマシンも10、ね、急に出てきたな。なんか今日、ボーンファイターの動画のくせにさ、ついにスーパーキラーマシン出てきたな。まあ、合体モンスター同期だから、同期みたいなもんだでしょ、君たち。邪神の合計、ルビス入ってるよ。ルビス入ってるからね。ボーンファイター、なあ、800g とかよ、ルビス入ってんのに。ルビス入ってこれってどういうことなのよ。いいよ。しっかり当ててくれよ。これ、300ミリキャノンキャノンフォーマルチメントフォーも決して命中、あ、いいね、命中高いわけじゃないからな。基本的には A でいいと思います。弱点こそつけるけど、よほどのことがない限り A でいいと思うんだよね。さあ、ここ大事。このターンルビス使ってないんで、ここのターン大事ですね。破壊の時が怖いところ。にゃーふ。ちょっと不安になってきたわ。ワンの頃本当にこれ倒してた、みんな。あれ、みんなワンの頃本当に倒してた、こいつらで。怪しいんだけど、なんかもうさ、なんか雲行きが怪しい。なんか、雲行きちょっと怪しくない、なんか。ガタモンスター大丈夫、いける、なんか。いや、でもなんかいけそうな顔しとるわ。お前らの顔見たらわかる。お前らいける。いけよ、いいよ。なんかちょっと会心とかそろそろね、期待してもいいんだよ。絶4刀流でとか、そろそろ会心期待してもいいんじゃない、大事。3ターン目はね、攻撃しないターンもあるから。あー、いいよー。待って、やばくね？俺なんかやらない感がすんな。おや？奇跡も魔法もあるんだよ。まだだ。捧ぐ。ちょ、捧ぐわ。俺おかしいな。捧ぐわ。捧げるわ。まだだ。奇跡も魔法もあるんだよ。一応このターンだってさ、指導さ、攻撃しないこともあるじゃん。イテハとか破壊神のスケーブルとかあるんじゃん。そうだよ。でも、それしたとこでやな、それしたとこでやな、若干。次、破壊神の叫び。いや、そうだね、破壊神の叫びの可能性が、ジゴスパークだったら死ぬ？あれ？ジゴスパークだったら死ぬわ。ジゴスパーク引いたら死にます、ちなみにこれ。大丈夫。うん、見せたれ。見せるしかねえぞ、お前ら。難易度が高いのでは。少々これは2が重すぎたのでは。あれ、2が重すぎた、お前ら、もしかして。あれ、なんかいけてたよね。あれ、実機の頃いけてたよね。なんでだっけ。おい、ヒヤヒヤさせてくれんじゃねえか。いいゲームだ。よし、あるぞ。ある。奇跡も魔法もあるってとこ、見してやれよ。あぶねえ、カチャカチャやってた。奇跡も魔法もあるんだよ。行くぜ。応援で避けるかね。DLC 出てきた。あれ、DLC さん。なんかもう DLC 使い始めたんだけどね。ねえ。もうさ、ワンの頃、ウンタラ、カンタラとか出てさ、あの言葉どこ行ったの？避けれるよ！ひょい！頼む！よし！うやっ！なんで食らってんの？応援してんのに、ボーファーが避けなかったら死んでたぞ、お前！スパキラちゃん！いいよ！これワンチャン次のターン走ればいけるかも、本当に。あ、避けろ！避けてくれ！あ、何してんの？スパキラ！避けろ！避けろ！クラウドだ！クラウドだ！